駆動 vs 起動。本日の動画ので駆動が起動とあってしまいました。今回は、この戦いの勝敗予想をしていきます。駆動は起動にあってしまう直前まで朝倉と戦っていました。駆動が朝倉に勝ちましたね。ですが駆動の兄貴はこの戦いでは相当な傷を負ってしまいました。そんな中で起動と戦うことになりました。私はこの戦いは駆動の兄貴は負けてしまうと思います。理由としては傷を負いすぎているからです。先ほど説明したように駆動の兄貴は朝倉と戦いギリギリで勝ちました。そんな状態で木戸と戦っても勝てるわけありません。なので駆動の兄貴はこの戦いで死んでしまうと思います。ここからは小峠と早見についてです。二人は北岡の時のように駆動が戦い逃げると思います。その理由は早見が活躍する伏線がありました。それは組の命運を分けるほどのものです。それはおそらく早見が小峠を助けることです。小峠は今ではアモー組に欠かせない人材です。なので早見が小峠を闇医者に連れて行き駆動の兄貴は木戸と戦うと思います。そして駆動の兄貴は死んでしまうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録お願いします。